皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。ジョイントハウスの中です。さあ後ろ見てみてください。はい、埼玉クエストですよ。知ってますか、ワーグ。はいですね。はい、ワーグ毎週来てるんですよね、実はね。知ってるんですよ、夏場の間に。はい、夏場の間、相談してください。僕はちなみに埼玉県人にもかかわらずですね、3年ぶりぐらいに来たんですけど、ね、今日は、はい、埼玉クエストで飛んだりこすったり一切しません。はい、何をするかと言いますと、はい、ここになんとあのスタンサーがあるんです。そうなんです。スタンスを測ってくれる機械、スタンサーがありまして、去年ぐらいから非常に気にはなっていたんですけど、なかなか機会がなかったじゃないですか。2人で気にはしてたんですけど、ね、はい、気にはしてたけど、どこにあるんだろうね、いつできるんだろうねって言いながらが今日です。なんと、なんと今日、これから私たちのスタンサーで、はい、スタンサーをで、スタンスをちょっとチェックして、その結果によってはね、そうですね、いろいろまたお話をしましょう。うん、はい、どんな診断結果が出るのかというところ、はい、早速行ってきます。したら次に効き目を聞きたいんですけど、はい、最初立ってもらって、はい、前にこう自分の前にこれが見えるように、両目でこれが見えるように丸をつけてください。はいはい、で片方ずつ目を閉じてもらって、どっちの目で見えますか。右です。右目。したら右目に。全然違う。効き目が右目になったんですね、まあ、僕の効き目は右目です。30年も生きてて知らなかった。知らなかったです。なるほど。左目で見たら全然見えなかった。はい、俺なんか今ずっと右目だって思って生きてきたんだけど、はい、やってみたら左目だった。本当ですか。右目、右目って俺ずっと今まで外で言ってたのに左目でした。すいませんでした。25.5。 はい、効き目の次は足のサイズ。足のサイズ。だいぶ我が子の姿勢がいいじゃないか。待合室で待ってる人みたいですよね。病院みたいな人。病院を待ってる人みたいですよ。診断を受けて、ね、診断受けてますね。診察してもらう感じですからね。すごい。年齢、身長、体重と効き目と足のサイズ、この辺が必要なデータでございます。それを打ち込んで、これから今この埼玉クエストの技術者がですね、僕らのスタンスをに定めてくれるんですね。ありがたいですね。ありがたいですね。初めてなのに緊張してくれる。ある程度どこでもするじゃないですか。そうですね、ある程度どこでもするじゃないですか。はい、じゃあ、ある程度どこでもするで、スタンスは、はい、レギュラーグーフィー。これごめんなさい、レベルなんですか。これはレベルです。あ、はい、じゃあ一番上にしといてください。雰囲気で話しますけど、レベルとかはね、ちゃんと滑りますよの人がいいかなと思って、はい、でレギュラーす、はい、レギュラーですもんね。はい、はい、でライディングスタイルなんですけど、はい、そういうのがある、はい、なるほど。ビギナーグラトリ、フリーライド、カービング、パークライド、ハーフパイプ、オールラウンド、ハブダーフ、バッカンはー、はい、から選ぶんですか。選べます。なるほど。我が君がスノーボードするんだったらってことから選ぶんですね。なるほど、はい、オールラウンドですね。はい、オールラウンド、はい、両足が真ん中ぐらい。そうです、はい、足のサイズとセンターを取るみたいな感じなんです ね、はい、なるほどな。はい、はい、そう、この辺で、はい、微調整入りました。微調整が、はい、じゃあこれ、ありがとうございます。で、ストッパー外すんで、はい、外したらこう、すごく動きます。え、はい、外しますね。はい、はい、はい、うわすごい、はい、おお、動きましたか。はい、動きました。すごい動きました。すごい動きました。前を見た状態で、外打ち、外打ちってやってもらうんですけど、はい、タイミングが、はい、これになります。これに合わせて外打ち、外打ち、気楽に。そうですね、はい、そうですね。じゃあこんな感じでやってもらうので、はい、準備良さそうですかね。はい、大丈夫です。じゃあ計測始めて、そのままずっと計測していってください。じゃあ始めます。はい、あ、すごい表情が大変真面目な。意識するのは難しいですね。はい、OK です。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、止めますので、はい、お待たせしました、はい、こちらが結果になります。はい、はい、ありがとうございます。はい、あ、2枚あるんですか。2枚あります。この見方をじゃあ教えてもらっていいですか。はい、はい、とまずじゃあこっち側から、はい、内側が、はい、まず足がどれぐらい開いて内側に入ってるかっていう計測結果になって、計測結果からの、はい、
アドバイスが出てます、ね、で、はい、これを元にこの角度がいいですよっていう角度が出てるんですけど、はい、ここですね、まあ、前足9度の後ろ足6度、はい、はい、うん、はい、そうですね、はい、を3パターン出してくれてるんで、はい、であとスタンス幅とかも全部、ああ、出てますね、はい、53とか55とかこういう感じでしたね。そうですね、先ほども見てたので、曲がらないようにまっすぐ立ってもらって、はい、でこの音に合わせて小さと、はい、OK ですね、はい、じゃあこれが15秒ぐらい、はい、お願いします。はい、じゃあ計測始めます。はい、OK です。はい、ありがとうございます。バーつけます。終わりです。はい、足をこうやってグラ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 15秒間やったら終わりです。非常に簡単でした。はい、ありがとうございます。じゃあ結果になります。じゃんじゃんじゃん、来ました。はい、はい、まず1個目はスタンサーバー51の18の15。おお、なるほど。2個目がスタンサーバー50、36の33。おお。3個目が52、30のマイナス9。おお。っていう診断が3つ出ました、僕は。これは可動域ですかね。ですね、はい、結構やっぱ見比べると違いますよね、うん、全然違うですね。カードでしたけど、うんうんうん、こっちか、こっちですか、ですね、はい、僕のと見比べても、はい、ちょっとこの辺は僕もなんかも熟読してからまたお話したいと思いますんでね、はい、今計測が終わりました。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。今日このマルチっていうやつが出ると、うん、はい、結構かなりいいらしく、レアなんですか。そういうレアアイテムは言ってもらった方が嬉しいですね。2枚目のこの可動域タイプってとこ見てもらった。可動域タイプでマルチっていうのが出ると、なこれはレアキャラらしいです。レアキャラ、そうですね、はい、2000人に1人のレアキャラ。おー、なるほど、やばい、だいぶ確率が少ない。天性のバランス感の持ち主ってなってました。すごい、ね、完全に僕は普遍的って感じじゃないですか。ザ普通な人間ってことですね。若君がじゃあ普通で、はい、普通でってことですね。了解しました、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ただいま帰りました。はい、ありがとうございました。見てください、僕と若君でやってきたスタンサーツアーで行ってきますね。やってきましたね。埼玉クエストでいいですか、そこは。そうです、埼玉クエスト、ランダムの埼玉クエストでスタンサーやってきたので、はい、皆さん見てください。まずじゃじゃじゃーん、スタンサーでですね、僕出ました、これでーす。はい、はい、今スクショしてください。はい、今スクショしてください。はい、はいいですけれども、はい、どうですか。 1,2,3 個ってまずね、3つスタンスを提案してくれる感じなんですよね。 1,2,3 個ですね、はい、ここですね、はい、ちなみに若君1番のセッティング教えてください、はい、1番のセッティングは、うん、僕は可動域タイプがユニバーサルで、はい、前足が9度、9度、後ろ足が6度マイナス、プラスですね。おお、はい、プラス9度とおプラス9度とプラス6度ね。はい、でスタンサーバーが、スタンサーバーは53cm。 はい、スタンサーバー53取ろうと思ったらいつもよりも3センチ狭くする感じだね。そうですね、いつもよりは狭めになりますね。なるほど。スタンダードフォワードっていう、フォワードだから多分前に普通に考えた時には前振りするんならっていう感じだと思うんですよね、うん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 、それが僕18の15なんですよ。ああ、なるほど、はい、18の15、後ろ足もプラスで15、もちろん、おー、なるほど、っていう感じで3動差なんですね、うん、3動差なんですね、そうです、っていう1個目が一緒です、うん、1個目がね、スタンダードフォワード、うんうん、2個目がスーパーフォワードってなってます僕。あ、スタンダードダックですね。あ、そうですね、さあオールラウンドで、オールラウンドね、僕カービング、フリーライディング、はい、カービングでやったので、うんうん、スーパーフォワードだから前振りするんだったらねが、うんうん、僕36度の33度です。うんうん、僕はスタンダードのダックなので、うん、9度のマイナス6度。あ、まあ、それは面白そうですね。まあまあまあ。で、スタンサーバーが55だ。5です。あ、じゃあだいぶ近づくんですね。そうですね、近づきますね。ダックで滑るんだったらっていうところでは、バグが近いですね。そうですね、近いです。なるほどな。スーパーフォワード36の33。
もちろん滑ったことありますよ、僕セッティングいじるのいろいろ好きなので、うんうんうん、滑ったことありますけれども、うんっていう感じです。アルパイン近いんですかね。そうですかね、ブーツが硬くなるといいかもしれないですね、前振ってるのでね。で最後の3つ目がね、フロントワイパーダック。あ、僕もそれですね、フロントワイパーダックって言うんだと思います。フロントは前足は開くけど、うん、後ろ足はダックにしてみよっかの場合かな。じゃあ、うんうんうん、前足30度の後ろ足マイナス9度です、僕。30のマイナス9。30のマイナス9。結構開きますね。なかなか開くよね、これね。ああ、ですね。うん、僕がまあ12度のマイナス3度。あ、まあ、結構現実的ですね。まあ、そうですね。はい。54ですね。うん、なるほどなーっていう感じで、3つスタンサーが診断してくれたスタンスが分かったっていう感じですね。ここ重要じゃないですか。そうですね。はい。スタンスの角度、まあ、幅。うん、ってことですね、うん、はい、が分かったよっていう感じなので、これ勘違いしてほしくないのが、スタンサーやったらセッティングが分かるって思わない方がいいです、うんうん、スタンサーで測るのは足乗っけて可動域測ったじゃないですか。やりましたね、うん、なんで、はい、体股関節の柔らかさでいいと思うんですね、簡単に言ったら。でそれによる足の広げ方、スタンスの幅まで提案してくれるので、自分の足がどんだけ動いて、その動かした時の一番リラックスした場所がどこになりますよっていうのは教えてくれるじゃないですか。この開く範囲内がこうグラフになってたりとか、一番開くとこんだけあなたは左足開くんですよとかって教えてもらえるので、スタンスっていう体側のことは分かると思うんですよね。でこれセッティングとは違うなって思うのが、セッティングってバインディングを板に取り付けるのがセッティングじゃないですか。そうですね。もしくは板に取り付けたバインディングの調節をするのがセッティングじゃないですか、うんうん、フットベッド動かしたり、そうそうそう、ハイバック倒したりとか。そうですね。そういうのはね、うん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 、それはセッティングですよね。そうですね、はい、これはスタンスとは関係ないじゃないですか、うん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 、スタンサーで分かるのは幅と可動域が、身体的に言っていいかな、フィジカル的に言っていいかな、が提案してもらえるので、だからといってカービングするときにこのセッティングで、このセッティングで乗るのがいいっていうことではないらしいんですよ。もちろんさまざま使う道具とか雪質に合わせていろいろ微調整はしましょうねっていうふうにスタンサーがもう言ってるので、スタンサーやったらセッティング丸分かりっていうわけじゃないです。スタンサーで分かるのは可動域と幅の提案をしてもらいます。だけれどもセッティングってまず板にどこにつけますか、セットフロント、セットバック、ツイン、センター乗りみたいなことがまずあるじゃないですか。セットバックするんだったらノーズしっかり乗るために前足荷重が必要だし、ダックが好きでスイッチも滑るんだっていうんだったらダックでいいしっていうところが、板の乗り物によってまずセットバックが違うから、それによってテクニックは大きく変わる。そうですね、はい、ブーツサイズや、まあ、板のウエスト幅なんです、ね、そういうことですよね。センタリング、センタリング、そしてハイバック調整、はい、ハイバックのフォワードリー、もしくはローテーションとかアンクルストラップ調整はセッティング。そうですね、はい、スタンサーで分かるのは可動域なので、スタンサーでセッティングが分かるとは思わないでください。この板乗ってこういう滑りしたいんだよって言ってもらえれば、それに合ったセッティングを導き出せます。僕たちは。そうですね、僕たちはできますね。そうですね、そうですね、はい、なので例えば皆さんが滑りの動画を僕たちに見せてもらって、うん、今こういう滑りしてるんだけど来年はこの板でこういう滑りしたいんですよって言ってくれれば、うん、じゃあこのセッティングにしましょうっていうところまで僕らは提案できます。そうですね、ご提案できます、ね、はい。なんでかっていうと、いろんな雪質、いろんな板、いろんなバインディング、いろんなセッティングで滑るのがそもそも好きなので、うんうんうん、なのでこうなるとこうなるっていうのがいろんな状況がわかるので、それを提案することができるかなと思います。なのでスタンサー測ったからセッティングバッチリっていうのは滑るフィールドとか乗る板によって大きく変わってくるので、身体的なフィジカルの部分がわかるスタンサーです。滑る場所が雪なので乗る板とかによってバインディングの調節が必要になってくるので、うん、その調節のことを僕らはセッティングっていうふうに呼びたいなというところですね。そうですね、そうですね、そうですね。そんなまとめ方でどうですかね。はい、やっぱまあビンディングとかも箱から出してネジで止めれば取り付くは取り付く、取り付くは取り付くですよね。でもそのままで乗るよりもやっぱりセッティングをしっかり、そう、はい、セッティングをしっかりしたい。お客さんのこう滑るフィールドややりたいことを、はい、まあやりたいこう
形っていうんですかね、うん、スタイルっていうんですかね、うん、こういう形で滑りたいみたいな、うん、そこに合わせてセッティングっていうのは導き出すのが僕たちなのかなと、ね、ああいいです ね, ますね。プロショップの役目ですね、はい、それがね。はい、まあ、その幅や角度は指針として、うん、なんでこれやったことがありますっていう人は、うん、うちのお店来るときに持ってきてください、うん、僕らもやったんで、うん、比べてああなるほどねじゃあっていう提案の一つの指針になることが僕らも分かったので、うん、そうですね、そうですね、はい、そんな感じでいいですか。はい、そうですね、はい、ちょっと今回はこちらの僕はユニバーサルっていうのが出たので、はい、これが次どうなるか、どうなるか、はい、僕マルチっていうのが出ました、はい、まあこれがどんな塩梅なのか、うん、あんまり分かんないですけど、うん、そうなんだなっていうふうに下にある文章読んだんですけどね、うん、そんな感じでぜひぜひこれからスノーボードシーズン始まっていきますので、いろんなセッティング試しながら迷った方はジョイントハウスいらしてみてください、はい、それではまた。スノーボーダーの青木玲でした。ジョイントハウスの若でした。